後田好きの皆さん、こんにちは。屋根屋のちーぼーです。さあ、今日は気持ちいい森に来ております。今日はちょっとね、新しい企画の第一弾として、視聴者さんがおすすめする八重地にですね、一緒に行ってみませんかっていうね、田舎に泊まろうみたいな感じのテイストの、八重地に泊まろうということでですね、今日は奥多摩の某所、とある山の奥の方に来ております。ここからちょっとね、結構歩いてくるわけなんですけど、そして今日の相棒を紹介しようかなと思ってます。じゃあ、はい、万蔵さんです。はい、前回ね、オフ会にも参加していただいて、その時にいろいろいいとこあるよって言ってね、これからちょっと山奥の秘境に向かっていきたいと思ってますね。汗だくですけどね、もうすでに結構ね、数百メートル登ってきたのでね、だいぶ危ないところを通りながらね、ということで、今日も安全第一でやっていきましょうか。どんな景色が広がっているのか楽しみですね。まあもうここで本当いいやんってね、さっき話してたけど、もうだいぶここだいぶ仕上がってるぞっていうね感じではあるんで、めちゃくちゃ綺麗な森なんですけどね、まだまだいいとこあるということで。怖いって。これ鹿が通るみたいな道じゃん。いや危ないってこれ。怖いよ。怖い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 。不安なこと言わないで。若干ハードモードだ。今日は休みますか。巨木。ちょっと美味しい。全然飲める。これ御神木？おお、すげえ。何、杉となんか広葉樹がくっついてる。すごいね。一週間。これすごいわ。これ穴。穴？顔入れて、上を見上げると、面白いです。何これ？下から上を覗くっていうのは男のロマン。そうです。兵所恐怖症の人には絶対無理だね。これは到着でいいのかな。到着いいね。上の方にハンモック張って、あの木の間にね。すげえいいな。雨は降らないっていう前提で、来たんですね。そう、なくなって今日はもう大体天気がいいから雨は絶対に降らないって自分に言い聞かせてきて、まあ別の言葉で言うと忘れたっていう、はい、ああ忘れた。
めっちゃヘリが飛んでるね。遭難してる誰か。矢野ラジの大喜利で事故った人かもしれない。やだまあじゃあとりあえず気にしててもしょうがないんで、行きますか。川遊びやりますか。やりましょう。はい、レッツゴー、レッツゴー。したい感じ。そうですね。麺がでかい、料理もしやすい。そうっすね。なんかとりあえず置き作って、奥で燃やし、手前に置き集めれば。ああ、いいですね。はい、Thank you.
朝からもつ煮丼。ということで、ワンズさんお疲れ様でした。はい、いやめちゃくちゃいい焼いていたね。よかった、うん、ただもう行くのにアクセスが歩きまくって、そうっすね、確かに。れたんだろう、1時間ぐらいゆっくり行ったら歩いてたね、うん、ゆっくり行くんだとしたら往復2時間みたいな感じになると思う、うんうん、後ろに御神木みたいなのがあって、うん、今日その朝気づいたんですよね、御神木の横の巨岩の上に鳥居が立ってるって鉄でできた、鉄でできたの、すげえ、なんかゾッとしましたよね。万蔵さん何回も来てるはずなのに、そう、なんか見たんだか忘れたんだか、うん、記憶がなんかもしかしたら何かに抹消されてるそれも相まってめちゃくちゃこう神秘的な AI で、夜もね、お酒だったりとか、すごい料理とか、すぎました、ね、めちゃくちゃいろんなうまいもの用意してもらって、ありがとうございます。映像には出してないけど、万蔵さん酔いすぎて何回も焚き火に自分がこう丸焼きになりそうになるそして寝るときもハンモックから 3,4 回ずり落ちてああみたいな感じになって、あ、今回ありがとうございます、うん、どうでした、なんか一緒に行くっていう、いやなんか、いや僕もここを一緒に連れてきて、まあ、やったんですけど、またこうやってなんか人を案内するときにまるで自分のものを食べられていいでしょうみたいな、ちょっと気分良かった、気分良かった多分不安だったと思うんですよ。そうね、なんかだって行く時にさあれ地形が変わってるみたいなこと言うからさ、全然様子が違う、不安なこと言わないでこれ本当にたどり着けるのかなみたいな、八重市ってマジで時期によって表情変えるから ね、そうそうそう、内迷いとかする人もいるだろうと思うけど、まあ、それもね面白さだ、そうですね、また何かいい IH あったらぜひ紹介してみてください、はいはい、まあ、こんな感じで皆さんもいい IH あるよっていうね、地方連れていくよっていう人がいましたらぜひご連絡いただければ嬉しく思います。ということでまたよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんちゃんと安全に帰りましょう、安全に帰りましょうということでさよなら、はい、バイバイ。